6月6日ですね、判決が出ております。綾野剛をですね、被告とした裁判、原告立花孝志個人、政党政治家女子法廷等も、原告なんですが、福永先生の方で細かく詳しい解説はしてくれると思うんですけども、実質これは勝っています。何が勝ってるかっていうとですね、ちょっと待って、立花でございます。どうもどうも、会いましたか？すいませんリアルタイムでしょ。綾野剛は引用しないけど、立花さんの YouTube の動画を消せとは言いません。だから裁判を終わらせてくださいっていうことを言ってきたんですね。令和5年2023年6月7日、まもなく17時、夕方5時ちょうどです。はい、今日はですね、ガーシーが逮捕されましてですね、今日、裁判所の方で、残念ながら、接見禁止ということになってですね、私も家族も皆さんもガーシーに会うことができません、弁護士しか会うことができないという判断になっております。ちょっと今ね、高橋弁護士も今ちょうどお話したところなんですが、別の弁護士さんも今日ですね、私が手配をして接見に行ってもらっています。高橋弁護士を信じないとそういうことじゃないんですが、いろんな弁護士さんとガーシーも話してですね、いろんな角度からと、最強の弁護団と言ってますけど、少なくても4人、できれば5人の弁護士がですね、ついていくことになると思います。そんな中、嬉しい判決が出ています。本日ですね、出たのは昨日なんですが、裁判所の判決が出ておりまして、6月6日ですね、判決が出ております。綾野剛をですね、被告とした裁判、原告立花孝志個人、政党政治家女子法廷等も、原告なんですが、被告が綾野剛こと河合剛、被告株式会社トライストーンエンターテインメントと、こういう、形で主文となってます。で、主文、原告らの被告らに対する蔑視動画目録記載の各動画の削除義務、不存在確認請求にかかる訴えをいずれも却下する。原告立花のそれらの請求はいつでも棄却する。却下と棄却っていう言葉が出てきててですね、訴訟費用は原告らの負担とするという判決なんですが、これ、これだけ見てると負けてるっぽく見えるんですけどね、こちらが。ただですね、この裁判、これ代理人が、福永弁護士が代理人をしてくれていますので、福永先生の方で細かく詳しい解説はしてくれると思うんですけども、実質これは勝っています。何が勝ってるかっていうとですね、まずこの物語というか、ストーリー懐かしいと思うんですが、このようにですね、綾野剛君が所属しているトライストーンエンターテインメントがですね、代理人の弁護士を3人、結城さんという人と野間さんという人と白水さんという人をですね立てて、当時の私の NHK 受信料を支払わない国民を守る党の党首の私にですね、内容証明の警告書を送ってきたんですね。ちょっと待って、立花でございます。どうもどうも、会いましたか？どうぞ。はいはいはい、そうですね、はい、そうです。今本当高橋先生と電話し終わった後で、僕が今日だから先生が言ってると、僕が言ったらかぶっちゃうかなと言ってましたね。なるほどね、はい、なるほど、分かりました。じゃあどうしましょう。僕、だから高橋弁護士が先生とお話した方がいいかどうかって、ちょうど今電話切ったとこなんで。それはもちろん言ってないです。むしろお願いしたいということで、その単純にその今日先生が接見に行ってくれてるって今伝えたので、それが行って自分も同じ日に被るとまずいかなぐらいのことを言ってたので、分かりました。じゃあすぐに高橋弁護士の方から、さっきだから私の方から先生の方にかけなくていいですかって言ってたんで、高橋先生の方にからすぐかけてもらいましょう。それとも先生の方から高橋弁護士に電話していただいた方が早いですかね。はい、了解です。だから今から接見に行ってもらったらいいですよね。わかりました。じゃあそれで高橋先生すぐに伝えておきますので、今から行く予定だと言ってましたので、はい、ほうほう、はい、なるほどね、はい、はい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 、
そう、あ、そうなんですか。あ、そうですね。まあだからそういう意味ではちょっとあれですね。すいません、リアルタイムでしょ。さすがにちょっとまあ弁護さんの話なんで、さすがにちょっとさすがにこれは聞けない。ただ編集するの邪魔くさいんでしました。で、まあガーシーの今弁護士は今の人入れて4人で5人目を今探してるような状態なんで、まあ僕にもさすがに言えないこともあるので、ちょっとまあ話を戻します。でトライストーンのこの裁判、これね、要は綾野剛君が淫行をしたっていう YouTube を僕が出したわけですね、このように。でそれに対して、これを消せってきた。それこれをこのね、綾野剛の淫行 NHK 政見放送でオンエアしますとか、綾野剛の淫行、まあ綾野剛の淫行っていうようなこと、綾野剛の淫行っていうのがいっぱいあるわけですよね。で東谷のガーシーチャンネル政見放送でやりますとか、ここに綾野剛が淫行したというね、まあ淫行って簡単に言えばジャニー喜多川がやってることと一緒ですよね。でそういうことを YouTube で発表しているものを消せと言ってきたことに対しての裁判なんですよ、の判決です。で判決としたら、これどっかで読めるようにしておきます。ホームページも貼るようにしておきますし、代理人のね福永弁護士が解説してくれると思いますが、内容証明は送りましたけども、こんなのは、冗談ですと、綾野剛は、淫行なんかしてません、だから消してくれってきたんですよ、この裁判の中でもね。ところが、いや綾野剛さんが淫行してないんだったらちゃんとそちらは、名誉毀損なり損害賠償請求したらいいじゃないですかって言ったら、いや綾野剛は淫行してないけどお金くれとは言いません、綾野剛は淫行してないけど立花さんの YouTube の動画を消せとは言いません、だから裁判を終わらせてくださいっていうことを言ってきたんですね。でもうそれで、じゃあ裁判上これ今後僕の YouTube 消さなくていいんですよねって言ったら、あ、いいですって言うから、裁判が終わったということなんです。だからこれまあ僕よりもこの解説難しいんで福永弁護士の話聞いてもらっていいんですけど、まあ少なくとも綾野剛君本人じゃないけど、綾野剛君が所属しているトライストーンエンターテインメントという会社は、綾野剛君が淫行しているという動画をですね、拡散され続けても文句言いませんっていうことです。どういうことかと、綾野剛君が淫行してるんでしょ、淫行したんでしょ。じゃあその淫行したことをですね、まあこれからまさに刑事事件が今始まっていて、この先ですね、綾野剛君は虚偽告訴罪とかなってくるかもしれませんよ。だってまあわからないですよ、綾野剛君が何を名誉毀損されたのか。だからその薬物のことなんかも確かガーシーが言ってたと思うんでね、その淫行以外の名誉毀損のことを言ってるのかもしれません。まあこの辺は、裁判が進んでいったらわかるんでしょうけども、まあね、これが届いたのが去年の4月ですよ。この頃にはまだね、僕とガーシー直接話電話したりとかしてなかったんで、まだツイッターの DM でやり取りしてる頃です。もうこれからもう1年2ヶ月経ってやっと判決が出てるわけですよね。だそういう意味では刑事裁判もちょっと長くなると思いますが、ガーシーが僕は 100% 正しいことをしたとか、ガーシーが悪くないということつもりは全くありません。ただ一方でガーシーの暴露、いわゆる告発ですよね、によってこの社会が非常に住みやすくなってきていると、悪いことをする人があぶり出されてきているというのもまた事実ですので、そこはですね、全てガーシーが白とか正しいというつもりはありませんが、私はガーシーのことをこれからも弁護士の手配、そして、ガーシーのご家族、そしてガーシーがこの後ですね自由になった後のお仕事の斡旋生活の保証とかをしていきたいと思っておりますので、ぜひね、私の方、ちょっと私も今収入がね、党からの収入が今なくなっていまして、視聴料下の私の経営している会社に視聴料を振り込んでいただければありがたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。福永弁護士が解説動画を作ってくれると思いますので、今しばらくお待ちください。以上です。 NHK をぶっ壊す。
チプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのがないのお得にさ、多分ないのが女性の方もっと愛と果てしてよ、お得にはもうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をセクハラ。